こんにちは、こんばんは。バーチャルココです。ボケてますか？なんか白飛びしていますが、お許しください。 VR チャットのすんごい綺麗な七色のピンクを基調とした雨が降ってる七色の湖にビル群があるような、そういうワールドに来ています。今日はワールド紹介ではないので、ワールド名は画面のどこかに出しておきますので、気になった方はぜひいらしてください。そんな美しいワールドでご紹介するのはこちらのコメント。 VR チャットってたまに話さない無言勢の人いますが、あれ何なんですかね。 VR チャットはコミュニケーションツールなのになぜ話さないのみたいな。僕は無言勢とか意味不明なのですが、ココさんはどう思いますかというようなコメントをいただいたんですけれども、私から取ったらあなたの方が意味不明ではないでしょうか。ごめんなさい、こんな申し訳ない、厳しい。あら、このワールドに来たら私のお目目まで色が七色になる。すいません、関係ありませんでした。やっぱりね、リアルの世界の固定概念とかをこの世界に持ってきてしまったらね、もう意味不明だらけだと思います。だって中身おじさんなのに美少女の人とか美少年とか、中身ヴィンテージなのにこんな若い姿をした私とか、年齢国籍性別関係ない場所がここなんですよ。そして、あの無言勢がね、意味不明って言いますけれども、その人それぞれでいろんな環境があるんですよ。ご家族で住んでて VR チャットはやりたいけれども声出せない人もいるし、そもそも本当にご病気で声が出せなくてもコミュニケーションを楽しめるのがこの VR チャットなんですよ。だからコミュニケーションなのに無言勢がダメじゃなくて、いろんなコミュニケーションができるのがこの VR チャットなんです。だからあなたはちょっとね、頭が硬すぎるんじゃないのかなって、もっと柔らかくした方が、もっとなんか自分で自分の首絞めることになるんじゃないのかなと思ったので、このメッセージをね取り上げさせていただいたんだよ。すいません、また綺麗でしょ、色がどんどん変わるのね、綺麗な。だからこの感じでいいの、いろんな色があっていいんですよ。いろいろでいいんです。だから決めつけないで、喋らない人もね、いろいろ書いたりとかさ、ジェスチャーとかでいろいろ伝えようとしてるじゃないですか。それでいいんですよ、いろんな人がいいんです。逆に私みたいにすんごい喋る人は、無言勢の人がいたらすごいずっと喋ってる、私は喋りたくないけど喋るの好きっていう人もいるじゃないですか。これに関して VR チャットやられてる方、何かご意見あったらコメントにお書きください。私の意見よりもコメントで皆さんの意見読まれた方が何か考え変わるんじゃないでしょうか。だからこれがダメ、あれがダメって、もちろんね、喋る人は喋ったらいいし、喋らない人はもう何でもいいのよ、はっきり言って。もう少し心広くね、いろいろなことを、それこそ多様性です、この場所は。はい、そんな感じでどうでしょうか。他に何か言うことなくて、皆さんどう思いますか。なんかちょっとあのひとみちゃんみたいな喋り方だったので、ついでもひとみちゃんなるか。いろんな人がいていいんだよ、決めつけたらダメだべよ、ダメだべ、おダメだべよ、おババアがいてもジジイがいても誰がいてもいいんじゃないかい。たまにこんなおばはんは VR ちょっと来るなって言われたこともありますけどさ、誰がいてもいいんじゃないの、喋らない人がいてもババアがいてもいいんじゃないかい。あ、わあ、ここ熊だと、わあ、ちょっと、わあわあ、見てください、ここ熊、いろんな色に、わあ、このワールド、わあ、サーモグラフィーみたいにすごいですね、このワールド、色が変わる、わあ、すごい、色が面白い。このワールドに来たら、わあ、デンジャラス君もめっちゃ黄色くなったり赤くなったり、わあ、すごい、色が変わる、面白い、すごいワールド見つけました。ぜひお越しください。画面に出てますので、これで検索してみてください。はい、ということで、ちょっと気になるコメントにお答えしたんですけれども、皆さんのコメント何卒よろしくお願いします。最後までご覧いただいて
ありがとうございました。色の変わる素敵な玉虫色のワールドからお伝えしました。ありがとうございました。